はい、もちもち TV のもちです。以前、嵐の年賀状を注文して、で、届いたっていう動画を上げたと思うんですけど、この嵐の年賀状の申し込みが、2017年の12月21日までなんですね。で、これを撮影してる今日が2017年の12月21日なんですけど、で、先ほど郵便局に行って、嵐の年賀状をもう一回申し込んできました。で、聞いた話によると、その嵐の年賀状は結構注文が殺到してて、で、発送が遅れてるらしいんですね。でも郵便局側は毎年12月25日までに年賀状を出しましょうみたいな感じで言ってるんですね。でも12月21日に申し込んだこの嵐の年賀状が12月25日までに届くと思えないんですよ。まあ、12月25日に出さなきゃいけないんで、本来ならまあ12月24日までには届けなきゃいけない感じじゃないですか。で、この嵐の年賀状が再び僕の手元に届くのがいつになるのかっていうのを検証してみたいと思います。僕の予想だと12月27、8になっちゃうのかなって感じはしますね。まあさすがに年明けになってから届くってことはないと思うんですけど、とりあえず届くのを待ちたいと思います。はい、本日12月27日なんですけど、嵐の年賀状が届きました。まあ6日間ですね。6日後に届いたんで、まあ結構早いんじゃないかなって僕は思いました。で、今回もまた北海道から来てるんですけど、なぜかどういうわけか、消印が神奈川西なんですね。で、前回のやつも消印を確認してみたんですよ。で、そしたら前回のやつは消印が旭川東なんですね。まあ旭川は北海道なんで、ちゃんと北海道から来てるんですけど、なんで今回は神奈川西の消印なのかなってちょっと不思議ですね。はい、それで前の嵐の年賀状の動画でですね、欲しいっていう方がいたらコメントをくださったら僕が書いて送るって言ったんですけど、で、それで欲しいっていうコメントを結構いただいたんですね。 YouTube のメッセージが送れない設定の方が結構いて、で、なんだかんだまだほとんど手元に残ってるんで、また欲しいっていう方がいたら、今度は Twitter に、まああんま Twitter 更新してないんですけど、 Twitter に欲しいっていう DM をいただければ、まあ数がある限りは対応していきたいと思います。まあ元旦に届けるように送るのはちょっともう時期的に厳しいかもしれませんけど、まあ1月になってからもう年賀状は送れるんで、まあ送りたいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。